めっちゃ追尾してきてたよ。ビビるほど食らったな。いや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 。どうもチャップです。シャドウコリドー影の回廊の続きをプレイしていきたいと思います。早速やっていきましょう。はい、で次回じゃないわ、未来予知してしまいましたね前回はこのレイコンをやったんですよね。このレイコンの演奏かな、これをやっで、なんちゃらこうちゃらで、少女のお母さんを生き返らせようとしたら暴走してもうて、お母さんママーってなっていうとこで終わってたんで、その続き、肥大化した象をやって、肥大化した象を、なんで2回言うたんかわからん。だって、初心者だものということでやっていきましょう。ちょっと、久しぶりにね、やるからね、操作方法が微妙なんで、最初は操作チェックからね、やっていきたいと思いますよ。読み込みはこれ長いパターンかな。早かったですね。肥大化した象、肥大化した思いつかん残念無念まだジャップということで、ほら復活した少女の母はもう少女じゃなかった、やばいっていうことなんですよ。これライターボタンでしょ、ライターついてる、バグってる、ついてるか一応、暗すぎんのか、はあ、なるほどね、なるほど。まあまあ、これで走るのか。オッケーオッケーオッケー。これで走るっていうのが分かっていいんですよ。なんか、すごい、海かな、すごい、海岸沿いにおんのかな、まあ、とりあえずダッシュしていきましょうか。ダッシュダッシュダッシュ。走れるときに走っとけみたいなね。食べれるときに食べとけよみたいな。眠れるときに眠れよみたいな感じ。走れるときに走っとけよっていうのが僕の名言ですから。めちゃくちゃ自信やな。地震、雷、火事、親父っていうやつですやん、これ。あ、でもなんか、すごい、一本道で、平和やで。こういうのを待っていたんですよ、僕は。ライターの明かりが、なんか、しょぼくなってしもうてる。でも、ついてるんですよ。ほら、光ってるでしょ、ここの木のとこね。一応、ついてるんですよ。外がなんか、夕焼け、小焼けで、赤とんぼみたいな感じになってるからかな。こういうとこになんか追ってんじゃん。あ、でも別に特に追ってなさそうですね。あれ感度こんな早かったっけ、え、僕、何も変えてないねんけどな。なんか、感度速くなってない、え、こんな感度良かったっけ、え、めっちゃ遅かった気すんねんけど、なんか設定初期状態に戻ってるとかある、ここになってちょっと不安なんですけど、え、ちょっと待って、見られへんのオプションで、ちょっと皆さん待ってね、いや多分何もね変わってないと思うんですよ。あ、待って、これ正規ルート、あ、一応正規ルートなんや、地味に食らうっていうこれ落ちたらダメですよね、道ちゃいますもんね。で、ここに少女おるでしょ、これ少女のママじゃないでしょ、これシンプルな少女ですよね。段差でダメージ与えてくるの、これ何これここはいけましたけど。あれ、でもなんか、ちょっと大きいな。まあ、あなたママですか、少女ママ顔が見えへんの。あ、少女か。そうか。ね、私は昔言ってるよ。なんか奥になんか緑のマリモみたいなのいますね。スーモかなあれ。人間として生きようとした。いや別に人間やん。ヒューマンやんね。ああ、そうか。周りの人がびっくりしてね。この少女、神通力半端ないみたいな。こいつはやばいぞっていうことでね。やられてんや。あ、光失ったから、この目にこうやって巻いて、悠々白書の、比叡みたいな感じになってんねんな。いや、そんなんしてなかったっけ、あれ。忘れてもうたけどね。あ、数え切れないヒューマンをヒューマンしてもうたっていうことなんですよ。ママに会いたいな、言ってる。んで、なんか手ちょっと汚れてますね。ここで終わらせん。うん。あの時の私とは違うと。今度こそお母さん助けるって言いますよ。少女何？覚醒する？お面つけて覚醒するのかな？お母さん止めるために。おー金魚みたいな、わ、デメキンや。え、待って、基本的にうるさい。目ついたデメキンみたいな飛んできたで。キー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 言ってる。お、強いね。消えたね。おー、影分身。あ、でもやられた。なんか、落ち方がなんやろ。フィギュアみたいになってましたけどね。で、チェックポイントで、ね、あ、これか、今日肥大化するぞーって、なんか、これピラニアみたいなのが逃げていかなかんねや。ほんで、このマリモ、スーモを取れば、なんか足遅くなるとかなのかな。ちょっと、よ、ちょっと待って、これ、シャカモータンこれか、忘れてた、今。なんなんと思ったもん。なんか、でっかいピラニアみたいな感じの、あれやねんな、ボスなんや。これからあれ逃げるっていうやつか。あ、でもなんか、なんか、これ、痛い、あ、レーダービーム撃ってくんの、その目玉から。お、目玉ビーム、おー、あ、手出てきた。え、どういうこと、これどうやって避けんやろ。ダッシュで、この攻略法で合ってる。怖い、痛い、ドア開いてる、ドアこっち。手がやばい。めちゃくちゃ怖いやん。目めっちゃ見てたやん。だいぶ食らったやん。シンプルにあいつはやべえ。巨大化じゃない。肥大化する。そうだということで、こっちなんかあるでしょ、これ絶対、あ、こけしか、僕が全然集めていないこけし
手はダメージ食らうんかな。どっから目ん玉ビームしてんねや。これブルーベリーアイアタックがね、なかなか強烈なんですよ。これむしろ、あ、常に歩いといたらいいのかな。それとも止まったらいいんやろ。あ、止まるとこは止まるっていうことしないと食らっちゃいますね、多分これ。ほら、止まるとこは止まる。いやいや、食らうわ。よくわからん、攻略が。あ、あれかな、ギザギザにこうやって動くんかな。こうやって大丈夫なとこ見つけつつ、こうやってギザギザに動くみたいな。ちょっとよくわからんけどね、ほんまに。ほんまめちゃくちゃピラニアやん。でっかい、でっかいピラニアになったな、ほんまに。ドア開けるときめっちゃ食らうんですよ。ゴリ押しプレイやん。あ、でもいけた。チェックポイント。よし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 、行くぞやぞ。チェックポイントが来たらとりあえずよし行くぞ。あ、なんかすごい。金魚、顔怖い金魚みたいな。待て待て。やばいやばい、メンタマビーム来た、メンタマビーム。めっちゃキーキー言ってる。うわ、金魚すごい。え、でも、あいた、当たった。え、何これ。めっちゃ来る、めっちゃ来る、めっちゃ来る。いやー、めっちゃ来てるよ。でも、よく出てんのかな。いや、やばいやばい、よく出てないわ。あ、わかった。緑のスーモは、スタミナを即時回復するやつなんや。なるほどね。僕はそれを今ね、気づいたわ。気づくの遅っ。でも、けないだろ。この緑はだから取らなあかんねん。このね、金魚ピラニアからね。妖怪金魚ピラニアから逃げるためには、取らん。来たよ、ほらほら。ドライアイ金魚が。ドライアイ金魚を避けつつ、妖怪巨大ピラニアを、ピラニア金魚をね、避けるわけなんですよ。すごい顔やな。三宅顔ピラニアやな。スケベピラニアみたいな顔してる。何それってこと、あ、これ落ちるんかな、落ちる、大丈夫かな。待て待て、体力絶望的にないって。あの、金魚ラッシュ、ボコボコにされてるこれ。あ、体力ちょっと回復した。ナイス、ありがとうございますと。で、ちょっと、高級な懐中電灯いきましょう。この懐中電灯明るいですから、あんまり、ちょっと、当たって変わってないかもしれない。あ、これ閉めとかなあかん、閉めとかなあかん、閉めとかなあかん。開けてもた、開けてもた。ごめんごめんごめん。これ閉めとかなあかんやつや。開けてもた、開けてもた、あかんが。あ、これ、こっちにあんのか。あ、なるほどね。こっちにこうやって行きつつ、こうやって入りつつ、あ、ここ入られへんみたいな。ほんで、ここ、あ、普通に開いてるみたいな感じなんですね。オッケーですよ、オッケーですよ、いいですよ、いいですよ、いい感じで避けれてるよ。全然避けれてないけど。で、こっちでいいのかな。で、こっちに行きます。で、こっちに行って、で、こっちかな、道は。多分、もうすごいんですよ、この破裂する金魚が。もう怖い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 。ドライアイ金魚が強い。体力持てへんって、体力が。どう見ても、まあ、やべ、スーモ、スーモ、スーモ取ろう、スーモ。はい、オッケー。もう、てんやわんやしてるね、これ。あ、これ一回隠れたっていいんじゃん、金魚ボムが終わるまでね。もしかしたらさ、待つっていうことも大事なビームかもしれへん。めちゃくちゃバッカンバッカンしてくるからね、怖いんです。よし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 、いいよいいよいいよ。なんやかんやで僕まだ生きてますわね。24ですよ。24になってますから、そろそろやばいよ。ジャックバワーになるもん。やばい、ジャックバワーだみたいなね。全然似てないね、モノマネが。で、チェックポイント行きましたと。で、これでやられても大丈夫で、あれ、お、なになになに、これ、これ、これ、あ、これ、あ、見られてたらダメージめっちゃ食らう。見られすぎたらあかんねや。ってことは、こう、適度に隠れながら行かなあかんぞ。見られすぎたら、ほら、恥ずかしい。主人公恥ずかしなってめっちゃダメージ食らう。あ、見られてたらあかんぞ。いつや、あ、あー、なんか、目がシリーンってなってるとき、こうちょっと一回隠れましょうか。目がシリーンってなってるときなんですよ。あ、これあかんあかんあかん。人中力来てる、人中力。人中力、噛んでる。あ、いけたね。目がなんかちょろれーんってなってる時が、やばいな。チョレギサラダみたいな感じになりますね。やばい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 。主人公やばい。これ隠れて隠れて。体力ない。やばいぞ。もうあと8しかないんですよ。あ、しかもここ。あ、でもここ、いや、今、あかん。目ん玉光ってる。見えてる見えてる。ほら、目ん玉光ってるでしょ。本気なんですよ、あのお母さん。あのお母さん、僕のことめちゃくちゃ見てくるからさ、もう恥ずかしい。体力ない。やばいやばい。あ、あかん、まだやばい。3しかないぞ、3しか。3とかもうやばいでしょ、これ。これ急がない、やばい。3やで、3、3。うわー、ママー。皆さん来ました。結構最小限で来たんちゃいます？これなかなかいいと思うんですよ、これ。ガレキ、ちょ、ガレキ、ガレキ、ガレキ。そんなことある？ここはめられてるやん。うまいことゲームが作られていましたということで、これ多分奥なんですよね。多分ここここ、あ、じゃあじゃあじゃあ、オッケー、ググル、オッケー、ググル。そうですよね。ダメージめっちゃ食らいましたけどね。おお、なんと、あ、ちょっとまだ食らってる。めちゃくちゃ怖いやん。あ、ここにドリンクがあるの、レッドブル。これで僕は今翼を授けられたーって。なんかちょっと待って、黒いの飛んでたな。なんか黒いの、あれあれ仲間かな。黒いのは仲間なんでしょうかね。ほんで下から出てくるこの細いさ、めちゃくちゃスリムな手になんかゴリ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 やられるわけなんですよ、このスリム手にね。
待て待て、スリムガードしたいんですけど、こっち何、こっち、あ、ただの行き止まりか、あ、ない、あ、そうか、ミニマップが見えているがゆえの罠ですね。なんかアイテムあるかなってことだよさ、何もないっていうね。入ってないですけど、僕は痛い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 、もうすぐ痛みがなくなるからさ、無敵のさ、ハチマキ欲しいな、無敵のハチマキ、どっか売ってませんかね、無敵のハチマキ。ハチマチって噛んでますけど、ハチマキどっかないんですかね、お願いします。できれば5個ぐらいね、5個ぐらいハチマキいただけたら僕も嬉しいんですけどね。で、こっちこっちなんかあるでしょ、ここは。あるやん、あるやん。消し参加。消しともいらんな。で、ちょっと体力だけ回復していきましょうか。いいですね。すごいね。いい感じですよ。もうスタミナがないですね。これ、謎の手にやられるっていうね。さあ、ゴリ押しプレイ絶賛発売中なんですけれども、もうそろそろあれじゃないのか。もうそろそろクリアちゃう。あ、これ猫やんか。これ、猫玉がね、猫玉が僕のことを助けようとしてくれてる。めっちゃ優しいやつなんですよ。ほんまにありがとうございます。こっち微妙にあるけど、なんもないねんな。オッケー、グーグル、オッケー、グーグル。待て、怪しいな、このスタミナの数も。ちょっと体力をしっかり全回復してから落ち着きましょう。皆さん、休憩タイムね。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、休憩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 、しっかり休憩、ダッシュだよーってことで、これ、なんか来るでしょ。ほら、なーらーらー、あ、後ろから音が聞いてる？あ、後ろから来てますね。妖怪キラニア女が来てますよ。名前、どころかあるだろ、これ。これどこあんのかな。あ、スタミナのあれがあんねや。へえ、じゃあなんか取るとこ取っとか、あ、なるほどね。定期的になんか神釣り木ぶちかましてくるってことか。痛い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 。え、神釣り木長くな、あ、え、これもうゴリ押すしかないんじゃない。これは多分あれやな、ゴリ押すしかないな。めちゃくちゃキーン言うて耳鳴りされて HP めっちゃ吸われるんですもん。これ開くのかい。あ、痛い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 。大丈夫、妖怪ピラニアさん来る。あ、体力も回復させていただいてありがとうございます。あ、あっちよく見えますね。でもピラニア姉さんがね、どっか行ってんすよ。フェフ姉さんみたいな。ピラニア姉さんは、ピラニア姉さんはおらんな。ピラニアママかな。ピラニアママってめちゃくちゃ嫌ですね。噛まれていたそうですもんね。ママお願いだから噛まないでっていう感じですやん。でこれダッシュしてスタミナ全回復して、これ急がなかのかな。あ、あ、やばい、来た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 よ。ブルーベリー企業、ブルーベリー金魚がすごい爆発する。風船金魚とかの方がネーミングセンスちょっと可愛いですかね。顔はでも可愛くない、怖いんですよ。やめてくれ、言ってるんですよ。やっぱドライアイ金魚やん。妖怪ドライアイ、目カピカピ金魚ですね。なんかミドルネームみたいになってますよ。痛い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 。これ死ねれる、これ死にましょうか。あー、よし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 、あ、もういけるかな。オッケー、グーグルですね。さあ行きましょう、このままね。で、なんか怪しいな、ここの一本道も。あ、ウィーンウィーンか。じゃあちゃんと待とう、待って、ちゃんと待って、でダッシュするとこダッシュして、ちゃんと待たないともうスタミナをゴリゴリ削られるっていうやつですね。でちょっとスタミナ回復する前に皆さん待ってくださいね。オッケー。たまにね、金魚飛ばしてくるし、神通力もしてくるからね、やばいんですよ。神通力力力力力、よく見たら超修力みたいなことしてくるからね。切れてないっすよって言ってるんですよ。もう切れてるでしょ、絶対あんだけ金魚飛ばしてきたら。ママが切れてるんですよ。あのね、皆さん、お子様の方はこの動画見てるかもしれませんか、言っときますけどね、ママは怒らしたらあかん、ほんまに。ママ怒らしたら、ママママママってなりますからね。ママママママってなるから、気をつけようね。言うこと聞こう。たまに反抗してもいいんだよということで。これ、あ、いやー、来た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 、モンスターね。さっきレッドブル言ってたのに今モンスターみたいね。コロコロ変わるな、こいつの実況は、いうことで、まあ、モンスターですよ。エナジードリンクのマナ、うん、スーもめっちゃおるで。スーマ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 みたいな。あー、やばいやばい、見てる暇はない。ピラニアママがやばいですからね。え、これどうすんの、え、これ何、これ、おっとおっとおっと、待て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 、これ何、あれ、あ、今2個も取ったらあかんかったんじゃん。これなんかあれじゃない、粘るんじゃないの、もしね、時間を稼げてやってやったのに、僕2個とも数も取ってもうたから、これえらいことになってるとか。あれ下降りる、え、降りられへん、あれ上の柱、あれ、あ、待って、どっかレバーあるんじゃん、これ、そんな急式だ、そんな急式だね。レバーはお肉のレバー、え、どこ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 、あった、レバーあった、めちゃくちゃ迷ってめっちゃ食らった。レバーあるやん、なんか顔上げてるやん、歯ないやん、歯医者行こう、歯医者、歯医者、ママ歯医者行こう、
今の現在の医療はすごい発展してるからさ、歯がそんなにね、なんか一本だけなんか伸びたりせえへんと思う。そのハムスター症候群みたいにならんと思う。ハムスター症候群なんか知らんけどね、あるんかね、ほんまに。ここにあるやん、これ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 、めっちゃダメージ食らって、もう怖いわほんまに。デメキンらしきだぞこれ、すごい見てくださいよこれ、もシューって避けちゃいますけどね。あー、うまい、いいフットワークですね。あー、下手くそですね。結局下手くて、ないかーい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 、ちょっとゲスする、ゲスする、あかんかん、調子乗ったらあかん、ほんまに。ないかーい、ないかーい言ってたらもう1、1。やばい、待て、ワンパン、あ、よっしゃー、金魚ラッシュから逃げれたと思ったら全然逃げられてないよ。めっちゃ追尾してきてたよ、ビビるほど食らったな。いや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 、やばいやばいやばい、はは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 は、金魚飛んでくる。多分あれやな、上手な逃げ方っていうのがあるんでしょうね、多分。ユニバーサルスタジオジャパンのね、上手な逃げ方があるんですよ。とりあえずちょっと体力回復しましょうか。チャップ、己を信じて、ダッシュだーということで、おる？あ、折れへんぞ。あれ？折れへん。あれ？ゆっくり行っても大丈夫？いや、でも調子乗ってたら怖いからな。ちょっとある程度ダッシュしようか。あ、チェックポイント的なんかな。あ、来ましたね、オルナミン C。これはだいぶビタミン C 入ったんで、多分元気発達オルナミン C ってなってるからね。もうね、デスせんと思う。ゴールかな、なんか開けてますもんね。あ、ちょっと、あー、ちょっと真上にいらっしゃいますね。お尻振ってますね。金魚来ちゃいましたね。スタミナでも回復しようかなと思ったら、めっちゃ金魚来てますもん、ほんま、チーム。痛ーいと。ほんで、これシュート。しかも、誰か下からも恐れくんのか。でも、ここで体力を全開して。そして、ここでダッシュする。ダッシュ、ダッシュ、ダッシュ。いいね。B ダッシュしていこう。金魚が後ろからも来るからね。やばいんですよね。で、ここである程度体力回復して、ある程度回復して、しっかり回復しましょう。しっかり。で、金魚を待つ。はい、金魚を待つ。金魚。あ、金魚なんか第2波来てるな。金魚ラッシュが半端ないん、誰が見てもやばいやつや、いうことで。これね、避けてもね、後ろからね、金魚だよって来るんで、それだけは気をつけとかないとダメなんですよね。よっしゃ、サミナいっぱい、元気いっぱい、元気いっぱい、チャップマン、オッケー。しっかりガードする。金魚第2波来てるな。でもここに多分、ツーモがあるんで、これギリギリ間に合っちゃうかなって思うわけ。やばい、間に合えへん、間に合えへん、間に合えへん。ボロボロじゃー、いうことで。でも、ここまで来たぞ。ここまで来たらいけちゃうか。イエーイ、カラガラですよ、カナガラ。もうやばいですよ、もうマガタマ使って。お、すごい、なんか蝶々かな、ガーかな、セミかわからんけど、真ん中になんていうの、家紋みたいなのありますね。これでお母さんを封印するんちゃいますか。うおー、手から出てくる。これあれやんか、ゼルダの伝説ゴジラの仮面で元免除から手出してきて、神くれっていう神くれを出てやんか。お母さん、あ、すげえ吸い込まれてた。あ、お母さんって言っちゃダメ。あ、猫が言ったあかんで、娘さーんってエンダーイヤーってやつやんか、ほんまに。死んだらイヤーってやつ、しょうもな。で、お母さんと娘は一緒にこうするしか封印されたんかな、方法がなかったの。ごめんなさいって言ってるよ。火花、火花、火花となんちゃらっておらんかった。お姉ちゃんか、妹、猫になったん。おう、あまりの多くやってもうたて、そうするしかなかったんて。あー、化け物として生きてきたと。優しい人やねん。ですが、これ以上苦しむことはないと。ほう、誰かが迷うこともなくなると。あなたのおかげです。おう、え、これ最終回。センキューベリーマッチョ。あれ、でもガチャガチャ言ってるよ。ん、話したいことたくさんありましたが、もう時間ないって。お、やった、一緒に出してんの。そうやん、この世界は残るって。彼女の心、あなたが見届けてあげたいらしいですよ。ありがとうって、うん、ありがとうって。はい、なんか僕未来予知できましたね。ありがとうって言ったら、ありがとうって猫も言ってた。で、これで、あ、でも、あ、え、あ、歩ける歩ける、びっくりした、びっくりした、急に歩けるか、びっくりしたやん。あ、これで戻ったんや。あれ、最終回これ、もしかして。大曲方も集めてないからさ、あれやねんけど、新エンディングとかいうの見られへんで、これ。大丈夫？これ。バッドエンドじゃん。大丈夫なんでしょうかね。これ最終回な？え、でもなんか、ちょっといい雰囲気で終わったと見せかけて、このレンガのトンネル抜けたら、実はまだラストステージありましたみたいなさ、そういうどん底に落とすのが、ホラーゲームっちゅうもんでしょ。これなんか、まだ終わってなさそうやもん。ホラーゲームあるあるでしょ。終わったと思ってまだ真のステージが、あれ、ほんまに終わった。なんか安らぎの BGM みたいな流れてますけどね。どうなんでしょうか。あれ、
照りつける光に目がくらんだってやばいなみたいな、影落としたやって、へえ奈落へ消え背負った何これゴーなのかってこと、会いたいなみたいな、もう消えることなかったって、鈴聞こえへんな言ってます。あれ大曲方も集めてないから新エンディング見られへんかったやつちゃんこれなんでこったバナこったということですね。でもこれ新エンディングではないですよね多分ね。大曲頭を取ってノーデス一回もデスちゃんとクリアしたら、なんか新エンディングが見れるみたいなのやったと思うんで、これはねまだね序の口なんですよ。え何これクリアタイム20、10、60って、あ結構綺麗、えなんか来てるでほらシャンんシャンってオカメ納豆が歩いてきた、なんていういい演出なんだということで、タイトルメニュー戻りましょうか。えこれ終わったんほんまに、えなんか4つぐらいなんかあるけど全然終わってないけどじゃああれやね、次回動画撮るまでに大曲頭などなどを集めて、ここのハテナを解放しておきましょうか。それ終わってから本当のこの動画の終了ということになるんで、皆さんねまだ続くからもうちょっとねゆっくり見ていてくださいということで、今回は終わりにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録コメント高評価お待ちしております。ではバイバーイ。